タイガースネークは、コブラかタイガースネーク属に分類される蛇。日本における特定動物、有毒。オーストラリア全長は100から180センチメートルで、最大210センチメートルにも達する。新緑のような肺褐色のジ色に炭鉱色の帯があり、虎の模様に似ている。また、タスマニアのタイガースネークは、本土のものと比べて模様が異なっており、 最近までは別の種類の蛇だと思われていた。本種の持つ毒の人に対する致死量は0.6ミリグラムだが、タイガースネークは1紙で26.2ミリグラムを注入する。この毒には出血毒と神経毒が両方含まれていて、噛まれた人の毒を吸い出す行為さえ危険とされる。追い詰めたり攻撃しなければ人間に対して攻撃することはほとんどないが、 噛まれた場合の致死率は未治療なら40から60%と極めて高く、2から3時間で死に至ることもある。危険な毒蛇が多く生息しているオーストラリアでは、危険な毒蛇の順位付けが行われているが、タイガースネークはその第一位となっている。朽ちた倒木の中などに潜み、普段は昼間に活動するが、暑い夏の夜にも活動する場合がある。カエルやトカゲ、 ひなどりや小型の哺乳類を捕食する。ありがとうございます。